こんにちは、ザワザワジャパンです。ギャルサーは2006年4月から6月まで土曜21時から日本テレビ系列で放送されていました。藤木直人さんの日本テレビ系連続ドラマ初主演作となります。主題歌も同時に担当していました。あらすじ、北島新之助はゼロニモ三世に妹子という少女を探してほしいと頼まれ渋谷へ向かう。街中で投げ縄を振り回すといった新之助の奇抜な行動に商店街の人々は混乱する。そんな中、新之助はギャルたちに出会い、騒動と困難に立ち向かっていく。このドラマが始まったきっかけは、真相報道バンキシャでギャルサーを特集したことからでした。ギャルサーには多くの女優さんがギャル役として出演していました。今回はそんなギャルサーに出演していた出演者について当時の役柄とともに見ていきたいと思います。サキ、戸田恵梨香、エンゼルハート白組、16歳、本名は広瀬咲子。総人数300名という渋谷最大のギャルサーエンゼルハートの下っ端メンバーで、サークル内では落ちこぼれ的存在。天真爛漫な明るい少女だったが、高校に入りたてから即落ちこぼれる。学校の親友静香とスミレがエンゼルハートに入ることを知り、一人取り残されるのが嫌で仕方なくついていった。学校にはほとんど通っていない。戸田恵梨香さんは前年の野豚をプロデュース、同年公開の映画デスノートに出演し注目を集めました。2019年には NHK 朝ドラスカーレットでヒロインを務めたり、2020年には俳優の松坂桃李さんと結婚し話題になりました。レミ、鈴木恵美、渋谷最大のサークルエンゼルハートの総代表、18歳。カリスマ的な魅力でサークルを統率し、サークル内に恋愛禁止などの厳格な規律を敷く。渋谷界隈のみんなが一目置く憧れの存在。見た目は派手だが熱い魂の持ち主で、義に厚く仲間思い。本名は小野妹子。日本史かぶれの父親が賢い娘になるようにと命名したのだが、その名前が原因で幼少期からいじめられ、妹子という言葉に対してトラウマを持つようになる。鈴木恵美さんといえば、ケツメイシの桜の PV に出演し話題になりましたね。またウォーターボーイズ2で共演していた石原さとみさんとも仲がいいようです。2013年に一般男性と結婚し女児を出産しています。現在は女優活動はしていません。ゆりか、矢口真理、エンゼルハート黒組、23歳、自称16歳。黒組のムードメーカー的存在。本名は西園寺玲香。大卒の23歳で名家のお嬢様ではあったが、父親の逮捕により落ちぶれてしまった。テレビで見たエンゼルハートに憧れ、本来18歳で卒業しなければならないエンゼルハートに年齢を16歳と偽って入った。矢口真理さんはギャルサーがゴールデンの連続ドラマ初レギュラーでしたが、芸能活動を通してドラマ出演はあまり多くありません。現在は手島優さんと YouTube チャンネル矢口真理と手島優のヤグテジチャンネルを開設しています。渚、新垣結衣、エンゼルハート黒組リーダー、18歳。本名は坂下渚。黒組リーダー、サークル内で一番パラパラがうまく、面倒見が良くて機転も利く。おしゃれでクールな性格。ある意味レミ以上にパーフェクトなギャルだが、かつてエンゼルハート総代表の地位を彼女と争って破れた。そのこともありレミとは反りが合わず、落ちこぼれメンバーにも厳しく容赦ない。レミに対して何かと反抗的な態度を取るが、ドラマが進行するうちに友情を深め合う。新垣結衣さんはギャルサーの次の番組のマイボスマイヒーローでヒロインを演じました。戸田恵梨香さんとはコードブルードクターヘリ緊急救命シリーズでも共演しています。リカ、岩佐真由子、エンゼルハート次期総代候補、17歳。本名は大村リカ子。レミが信頼を置く次期総代表候補ナンバーワン。パラパラはあまり得意ではないが、容量の良さで今のポジションを築き上げた。岩佐真由子さんは女優として活動していましたが、2020年に芸能界を引退し、引退後は介護の仕事の道に進むことを明らかにしました。静香、札川愛美、エンゼルハート白組、16歳。咲とスミレの高校の同級生。人への気遣いができる優しい性格だが、トロイノが災いして親切が何かとあだになってしまうことがある。おとなしく従順なので、いつも使いっ走りキャラ。
いつの日かパラパラを華麗に踊ることを夢見ている。薩川あいみさんは現在も女優として活動しており、最近ではドラマ一軽のカラスにも出演していました。戸田恵梨香さんとは NHK 朝ドラスカーレットでも共演しています。スミレ、夏子、エンジェルハート白組16歳、サキと静香の同級生、真面目でバランスの取れた性格だが気が弱くて優柔不断なため多勢の意見に流されてしまう。サキ、静香の3人の中でギャルサー入りの言い出しっぺ、メイクが可愛い、パラパラを踊ってみたいという単純な理由で加入した。夏子さんは前年に放送されたのぶたをプロデュースで連続ドラマ初出演を果たし、ギャルサーで注目を浴びました。2010年には双子の妹のあきこさんと共に SDN48 に2期生として加入しました。2018年に一般男性とご結婚されています。以上がメインキャストになります。その他に出演していたギャルのキャストをご紹介いたします。ラン、西田夏実、女優グラビアの活動をしていました。モーニング娘。のオーディションで最終選考の合宿まで残りましたが落選しました。その時に合格した田中玲奈さんとは同郷であり親交がありました。2013年に結婚出産をしており、現在芸能活動はしていません。しおり、松山まみ、ギャルサーの第6話ではメインとなる主役の回が放送されました。2008年を境に出演記録がなくなり事務所のホームページから削除されましたが、2015年に突如公式ブログが始まり芸能活動を再開させました。しかし2018年を最後にブログの更新はストップしています。さやか、斉藤結乃、2008年に現在の芸名結城さなに改名しました。2019年にはご結婚されています。現在は子育てをしながらモデル活動をしています。むつこ、丹野智美、レースクイーンとして活動していましたが2010年をもって活動を休止しました。みち、長谷川愛、モデルとして活動し2021年3月まで男装アイドルグループ普段塾のメンバー相葉健水としても活動していました。まゆ、舘真由子、おばが女優の夏目雅子さん、ケイボは元キャンディーズの田中佳子さんなど大物に囲まれた環境で育ち、早くから子役として活動していました。しかし病気により一時的に芸能活動を休止、22歳の時事実上引退しました。その後はシンガーとしての活動もしていました。2019年には大田区蒲田のキャバクラ店で働きながら月15万円程度の生活費で生活していることが TBS 系番組爆放ザ・フライデーで紹介されました。弥生、上脇優、1994年花王愛の劇場ポッカポカでデビューしました。田所夫妻の一人娘アスカを演じ注目を集めました。その後も若葉の頃3年 B 組金八先生などにも出演していましたが、2011年に所属事務所を退所しましたが、2016年から別の事務所に所属し女優活動を再開しました。2017年に結婚出産しています。現在は主に舞台などに出演しているようです。陽子、高瀬ゆきな、2016年に渡米しハリウッドを拠点の一つとしながら女優活動をしています。また舞台の演出や脚本も手掛けています。ゆきじ、広田智奈、現在も女優として活動しており、最近では中村智也さん主演の美食探偵明智五郎などにも出演していました。安江、里中優奈、グラビアアイドルとして活動していましたが2011年にセクシー女優に転身、2016年に引退しました。現在は星見里香として芸能界に復帰し、2020年には歌手デビューをしています。よしみ、加藤理恵、現在も女優として活動しています。スカットジャパンの VTR などにも不定期で出演しています。以前は芸能人女子フットサルチームにも所属していました。優子、岡村真澄、現在は地方競馬アンバサダー就任し JA 広報通信にて食育コラムを連載しています。競馬番組の NC を担当していました。7、大森美樹、ギャルサー終了後の2008年から池田夏樹に改名しグラビアやバラエティ番組を中心に活動していましたが、2017年に女優に転身しました。ニーナ、川瀬みなみ、
現在はモデルとして活動しています。2018年から2019年までの1年3ヶ月間世界一周の旅を行いました。浪江、加藤よしか、仮面ライダーファイズ、嫌われマツコの一生、野王などのドラマに出演していました。現在の活動は不明です。沼子、戸田レイ、現在グラビアアイドルとして活動中ですが、2021年8月にラスト DVD を発売しましたが、グラビアそのものを卒業したわけではないとのことです。いかがでしたか？今回はご紹介できませんでしたが、佐藤隆太さん、生瀬勝久さん、古田新太さんなど個性的な俳優さんたちも多数出演していました。気になった方はぜひご覧くださいね。この動画の高評価やご感想をコメント欄にてお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。